よいしょ、始まりました。ということで、今一人しかいないけど、早速タイトルコール行ってみようと思います。ありがとうございます。ということで、ライズのサンライズ。鼻くそ事件何それ。あの話する。ダメだよ。ダメだよ。ダメだよ。鼻くそ事件とある某ホストの J の某ホスト J はまずい。J ダメでしょ。 J はまずい。某ホスト J の某有名店のね、某有名店 J の鼻くそ事件の話。あれは死ぬほどおもろいけどな。何喋ろっか、今日は。バナさん出ないよ。出ないよ。フェイトライズの日よ、今日は。うん。今日フェイトライズ。フェイトライズです。楓くんです。遅刻ではなく、はい、楓一人でオープニングさせたら面白いんじゃないかなっていう。裏でタバコ吸ってた。3人の決断。うん、裏でそこで見てた。全く面白くないともなんともないっすね。噛んでるね。面白いね。W の一文字もなかったね。うん。しかなかった。笑い一切起きないんすよ。結構リアルなトーンで言われた。今日何すんの。何する。何しますかね。まあ、前回のアンケートで選ばれた組なんでね、これは。そう、何しよっかな。僕前回の放送見てないけど、僕全員あったんすか、アンケートで。うん。そう、全員分出て、で、なんか選ばれた人がここで今日出るっていう枠だったんだけど、黒い人かっこいいって。肌服肌なのか、この服なのか。俺だけ白いから。これでおばあちゃんっぽい。おばあちゃんっぽいです。営業前や。どこの色なのか。どこの色なのか問題だよ。営業前 M 字バンク。いろんな苦労を感じ備えてるから。確かに M 字バンク。てか髪めっちゃ潰れたじゃん。めっちゃ潰れたっす。おぎちゃんにやられた。自分はやられてはないです。あ、少しはやられたっすけど、うん、あんまりやられてないです。イケメンどこ。イケメンどこだろう。フェイトライズはソフィア3ビルじゃないっすよ。違うね、うん、あれ何ビル。3K なんちゃらビル。 3K わかんねえわ。ビルな、何ビルなんですか。変えてわかんないの。よく出前取ってんじゃんね、みんな。何でしょ。うん、忘れたっす。忘れたっす。忘れたっす。なんでフェイトつけたんですか。いいとこついてくるね。ああ、確かに。2部がね、2部がフェイトプラスね、やってるから。1部と2部名前違ったらまずいかなみたいな、分かりづらいかなっていう。ま、真面目なトークしてしまった。池上ナチュラ先生です。いい質問ですね。いい質問じゃない。そういうのいいよ。そういうのちょうだい。いい質問ちょうだい。いい質問。いい質問。うん。いい質問受けるわ。何でも読む。どんな問題でも読む、うん。都市伝説とか振ってくれても答えられちゃう。都市伝説。池上ナチュラ先生も。うん。ナチュラなんでイケメンな。いい質問だね。いい。いい質問だわ。いい質問ですよ。それもただただいい質問だわ。ありがとう。その中で一番嬉しい。この中で一番人気者は。これ池上ナチュラ先生です。いやもう。ナチさん。バンさんですね。確実なね。いやもう確実な池上ナチュラ先生。池上。池上ナチュラ先生。ナチが先生。ナチはバンじゃない。難しい質問だね。それは難しい質問だわ。違うね多分。同じだね言ってること。間違えたをしてるね。間違えた挙句に分からなくなる。うん、闇が。ナチがバンって言いたかった。ナチがバン、うん、あ、俺が言いたかったってこと。今日クエスチョンマーク多くね、オープニングから。そう、クエスチョンマーク。帰れませんや。
です。これ自分のせいですね、完璧に。うん、左から2番目イケメン。ナッツさんだね、それ。おーい、ナッツさん先生だね。イエーイ、助かります。見てないなぁ。なんだっけ、それ、カニの形？カニなの、これ。なんですか？すごいね、これ。こういうの焼くの耳。焼く？これ何？なんで俺にまんじつけんの？さっきから俺にやったらまんじつけてくるやついいんだけど、手の甲にまんじ掘ってるから。掘ってねえわ。めっちゃ掘ってねえわ。お前大体だからボールペンで入れたみたいな。お前のボールペンシリーズね。首の甲の首の根元の押し出しとけ。お前やめろ、曲がってる押し出し。声の形、見てない。見てないな。カニやめろや。カニやめろや。めっちゃ怒ってるやん。カニの形。カニの形。個体差ありやね。目悪いから、もうここもうカニの形じゃない。文字が、そう、目が悪いの。ごめんね。カニじゃないんだって。カニ、でもそっち、こっから見たらカニにしか見えない。カニにしか見えないですね。目悪いから、気をつけて。いや、うちの一人はほんとカニ、カニにしか見えない。そうそう。君の名ともう一つあんだよね、なんか。ああ、注目の映画みたいな。牛島くん見たい、牛島くん。牛島くん見たいっすね。うん。面白そうっす。うるせえ。はい。ひれ伏せ。ひれ伏せ。うるせえ。謝れ。謝れ。謝れやめろ、お前、それ。謝れ。喉乾いた。もう、はい。作ります。はいよ。カレー、その、カレーの味は。そう、今日まったりなんだよ。だってカルビの味はじゃねえやろ。レモンで。でも、ライン…飲まねっつうの、お前。持ってくるんだ、お前。いや、レモンで。おい、ファーストのトーンで答えたのに。だってもう店で寝かけてたもん、今。いや、本当にそうですね。なんか今日、おぎちゃんに来ててさ、一人だけやたらベロベロで、ちょっと、圧倒されたよね。圧倒…俺、ライザー入って初めて殴られた人に。肩痛えもん、おぎちゃんに殴られて。唯一殴られなかったら多分俺と永瀬さんだけなんじゃないかぎゃ、うん、ダメっす言ったら暴力店と思われちゃう。暴力店になっちゃう。楓は大丈夫だった？自分は背中と喉っす。分かんない、理不尽に殴られた。ナチママよ、早く染みてるわよ。なわけねえやろ。うちのお母さんガラケーだぞ、お前。どうやって見んだよ。飽きたから見てるから。場所関係ねえな。暴力店だよ。ガチガチの暴力で固めてるね。うん。初回つくよ、俺つくつく。なんか楓つきます。なんか楓とニコラが出ること多くない？俺なんかなあ楓ってよく言うんだよ。しょっちゅう出てますね。うん。どんな接客するの？なんかアンケートで選ばれた割に俺のコメントないね。ね。本当っすか？いやだから多分ね。やっとその自分前回のアンケートゼロ票ですね。それはなんで自分ここにいるんだろうって感がやばいっすかね。なんで選ばれたのかわかんないよな。俺もそうだな。前回のでもめっちゃ人増えたからね。また違うメンツで出したいけどね。いや本当ですね、なんかその新しい子たちで、これ幹部抜きで一回やらしてみたいですけど、みんな誰が喋るのかとか見てみたい。最近俺名前覚えるの必死だもん。なんか同時にバッと入ってきたからさ、名前分かっててもさ、あれあれってなっちゃう。なんとナチは安定で、なんで俺なんだ。安定の安定からのね。うん。後ろの写真のこの方で、あ、この方ですか。これこれ。この方、この方です。この方、この方です。ちょっとこれでもあれだ、もう光の加減だね。光の加減によっちゃもうこれになるから。すいません、ナスさん。同じような。この方が。その方が、この方です。もう同じでしょ、これ。この辺が。え、バンのこのポーズみんな好きだよね。これもうなんかライズの従業員4人ぐらいが同じポーズで撮ってくるっていう。うん。リスペクトされてるわ。バンは自分で考えたの？うん、別に何もない。何もない。右3人は本当にイケメンだと思う。
自分省かれてるんです。優しいわよ自分省かれてるんです。省かれてるんです。一番右がみのりさんだよもう好き、もう今のコメントくれた人もう好きだわパリーグ優勝です大谷くん、いいよ大谷くん、よかった最後投げ切ったね。9回を1安打に抑える冒頭でしたけど、俺マジ変えで大谷くんに似てると思うんだけど、似てないから。いや分かります、似てない、正面向いてカメラ向いて。いやでも似てるよ似てるよ絶対似てるよ。いや俺的には多分みんな分かんないけど、マイファーストストーリーってバンドのボーカルに似てる。マイファーストストーリー、私の最初の物語、私の最初の物語、略してマイファス、マイファスね。レイアフター、レイアフター、知ってるから、レイアフターってもの知ってるから、知ってるから。マイファス、ワンオクのボーカルの弟のバンドね。カイネ君、私そこと変わってる。変わります、私とそこ大谷って分かんないな、二刀流の、日ハムのさ初回3000で分かんない、日ハムの二刀流のすげえ似てると思うんだよな、カイネに。ずっと言ってるよね、俺だけ結構言ってますね結構言ってるんだけど誰も分かってくんないんだよな。楓ずっと言ってんすか？一回も聞いたことないですけど。いや俺楓とついてる時、大谷君の似てないって言う。めっちゃいいね、野球の話とかなったらね。聞きますけどね、感じ性疑うわ。いやマジで似てんから全然似てない、全然野球に携わってこなかった。将棋部の大谷君みたいな感じだよ。楓吹奏楽だっけ？自分いろいろやってたんす。いろいろやってた。一番その中でも、一番のやつちょうだいよ。一番のやつは、サドっす。サド？サド。いや、将棋でよかったじゃん。だからゲームでも、なんだっけ、ゲームでも日本代表でしょ？もともと。なんの？なんか、アバっていう、なんかパソコンのゲームっす。アバ？アバですね。FPS ゲーム。スクショタイムくださいよって。カイで固まってて一回自分が得意じゃん、得意じゃん。一番自分が固まってて何の需要もないですからね。カイでよく店でスクショタイム入るからクラスこのまま固まる恐ろしいタグついてると、カイでもういや、こんなんなりますスクショタイム、お外みたいな、こんなんなりますっけ。スクショタイム入るから、うん、あんまり自ら話さないお客さんですよね、だからね。そう、ディフェンス気味のお客さんだとね。でもこっちもディフェンスに入っちゃって勝手なっちゃうよ、睨み合いだね、睨み合いが攻めがイタリアなの、うん、ダッフィーとシェリー・メイならどっちが好き？いや、ダッフィーでしょ。シェリー・メイってなんすか？シェリー・メイのダッフィーの女の子バージョン知らないの？ダッフィーとシェリー・メイ、あのディズニーシーンの森本さんみたいなやつ。森本さん出してるんだよ。全然森本さんじゃねえよ。見てるな。結構な、なんだ可愛くねえだろ。長いやつですよね。ダッフィーと森本さんみたいな。違うよ。それグーフィーだろ。グーフィー違うよ。ダッフィーってなんかクマの人形でしょ。女の子好きで、これ持ってるじゃん。ジェラートーニもね、知ってるよ。その新しい新キャラよね。ジェラートーニ分かんない。ちょっと猫っぽいやつだよね。スーザキーやろ、お前それ。スーザフィーサーサ、スーザフィーサーサ。女の子に冬はこんな格好してほしいとかある？うん、ないな。ある？全裸だね。全裸、全裸、季節関係ねえじゃん。全裸だね。でもやっぱコートの下が若干薄着とかちょっといいよね。コートの下が楽しみだよね。うーん、そうですね。そうです。あんまり読み具、いや読み具だってコートの下ってパーカーとか着ないじゃん。なんかあれ、いや俺コートとか、ああ、いや俺多分違いますね。僕はロングコートが好きかな。俺ちょっとストリートファッションが好きなんだよ。なんかコートの上にこう、なんていうんですか、コートの上に、コートじゃない、パーカーの上に、あの、なんだっけ、あの、なんていう、ミリタリー系のとか。もうミリタリーが分かってねえから、俺。あ、いや、まあ、女の子の MA1 とかが好きかもね。MA1 とか好きよ、パーカーの上に。日本語喋ってもらっていい？ MA1 も分かんない。MA1 とか好きよ。何 MA1？ で、ナイキとか履いてたのが可愛いね。俺、スニーカー履いてる女子好きじゃないんだけど。日本語よね、うん、すいません、ついてこれないっす。俺も MA1 もミリタリーも分かんない。ミリタリー分かるでしょ。もうミリタリーって言葉を今もう忘れてたもん。言ってたなぐらい。ミリタリーって言ってたな、うん、だからオフホワイトのね。コートの上にコート、
あ、ハーフ。多分バンの客でコートの上にコート着てきたこの声。あらさ。次初回来てるだけで熱いよ。絶対バンシーだ。でも席に俺らが着く頃にはもう脱いでる。もう逆に来てたらガチガチでこいつ店に来たら笑いが止まらないっすから、うん。コートの上にコート着てきたら逆におもろいもん、うん。初回で割り勘するわ、そんなの来たら。バンクの服装かわいいね。ありがとう、嬉しい。じゃあお色の話するから CM の間に。嘘。あいつあんま需要ねえからな、言ってきてるやつ。嘘でーす。悪行はそこまでじゃん。なんかすげえまったりだな。奇跡的に誰もこんなに酔ってないことってあんの？いやもうないぐらい酔ってないですね。誰も飲んでないかな。びっくりするぐらい店に人いたもんね。いや本当ですね、うん。でも今日この後みのり、くなさりげない、この後みのりをちょっと飲みつけて、あやしようか、あや帰ったっしょ、いやいや、でもちょっとムカつくね、あやが飲みにいないとことはもうムカつくじゃん。明日休みよ。そうだからあや呼ぼう、あやは絶対呼ぼう。あやがペロって帰る日なんて年に1回あるかないかぐらいじゃないなんかもう今月でいたったら多分初めてぐらいじゃない。だからもう帰った罰金が欲しいですね。あやさんだけ帰った罰金が、あやだけ来ましたね、あいつ。なんか昨日結構わりかし暇だったじゃないですか、うん、今年入って初めて営業終わってシラフだったわって言ってました、ね、昨日、はい、じゃあ 2days じゃん、あいつ あいつダメっすね。ああシラフです。もう明日休みってことは必然的に明日もシラフでしょ。そうだね。やばやば、 3days で10月1日絶対ブランクあるから潰れるやん、あいつ。絶対ブランクあるから。周年にね。あ、周年がある。うん、周年、周年備えて。でもどうなんだろう、俺でもさ、出勤減るじゃん。あんなに飲みに行く機会って、なんか減りそうだよね。さらっと出勤減るじゃんって言ったけど、ちょっと知らないから。あ、そこはいいよ。大丈夫、認知もさせないから。悪い悪い悪い。そんな告知しに来てねえから。そう、周年があるんだよ。周年がね。なあ、去年混んだよね。混みましたね。いないでしょ。いないです。はい。そう、周年イベントね、周年イベントが2日と3日に10月のあるんでね、うん、まあぜひぜひ。あと8日誕生日だから俺、ありがとう。最近小籔のこれ捨てた。あいつ喋り終わったらありがとうって言うの。ありがとう。周年だってよ。すごいね、入って1年でこんだけ成長して、俺こんだけ成長せずに。現状いいじゃない。人ってこんだけ変わるんだ。お前なんかこの間なんか直樹さんが言ってたんだけど、はい、この世の中進化してないやつって知ってるみたいな、はい、なんか一番変わらず言っててゴキブリじゃん。だから進化しないで現状維持でいることってかなり気持ち悪いんだよ。面白い。進化しないのは気持ち悪いってことだから。森本さんちゃん何なんだよ。あれは退化してるから。カブトガニだね、森本さん。もう
最近二日酔いだと皮膚痛いって言い出す。やばね。あれタンパク質が破壊されてるから皮膚痛くなる。俺最初聞いてた頃何言ってんだと思ったけど、俺も最近皮膚痛いです。やべえ。だって森本家の一族だもんな。皮膚痛いんすよ、ね。タンパク質を分解してまで生きることを選んでるからね。営業前温泉卵を3つぐらい食べるからね最近。本当に痛い。あーじゃないともう昼の持たん。だから朝こうパッと起きるやん。うん。身動き取れないの痛すぎてもう。いやそんなことなったことないんだけど。本当に痛い。多分絶対いるもん、この中にも経験してるしいるって絶対。まあ俺も毎日2個は食ってるけどな温泉卵。確実に。俺皮膚痛くなったことないわ、うん、飲みすぎて。お腹ぐらいだ。トイレで大汗かいてびしょびしょです、うん、失神するところだったよ。冷や汗かきながら下痢する気持ちわかるっすわ。あれ嫌やね。もうあれめっちゃ上からも出てくるし、そんな時すごいもう天敵の早い時並みになんかここからそう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 意識失いそうになるって。いや意識失いそうになります。脱水が、じゃあ音、なんか音が聞こえなくなってくるんだよね、一心一心する前って。あ、めっちゃわかりますわ。あ、でもここで目閉じたら絶対意識失うと思って、ガーなんてやると。どんどん音が聞こえなくなってくる。うん。あと、おしっこの色とかでもあるらしいですよ。おしっこの色濃いと脱水症状みたいな。普通の薄黄色だといいけどみたいな。で、朝一発目のおしっこ脱水症状の色だったら水飲んだ方がいいみたいな。でも朝って大体それぐらい濃いの出てこない。まあ、濃いですよね、結構、うん、だって水で薄まってあれでしょ。相当、経歴だいぶ濃いや、多分ゼリーみたいなのが、なんか緑のうんち出る人とかいいんじゃん。出たことないけど真っ黒はあるけど。真っ黒あるっすね。真っ黒は真っ黒ってコカレロ1本飲んだ時どうだった。いや、俺コカレロ、こないだあの新品のコカレロのボトル緑じゃなかったを1本丸ごと飲んでビンタしてやった時は、うん、まああんなに緑色のものを飲んだのに入ったら全部赤いっていう、もう謎のやられてるやん、うん、現象がね。怖っ。あ、でも次の日はもう固形も出なかったけど確かに黒かったね。黒かった。黒いってマジ大量出血らしいからね。いやもうやばいじゃん。すごい量黒かったから多分すごい量大量出血したね。で上からも赤。うん、こんなに身削ってるんですね毎日。そうだな、うん、しかも俺に関してはお店ででもないからな、その時は。普通にバーのオーナーとタグだね。今月結構飲んだんじゃねえ、バンとか。いや俺はちょいちょい飲み行ったけど俺やばかったっすね、うん、今月は多分夕方まで飲みに行った日が何日かあって、昼ぐらいまでが何日かあって。みのりも結構行ったやろ今月は。みのり大体でも結構、うん、じゃあなんか大体なんか、ね、ライズの肝臓ってみのりとあやみたいな感じでなんかそういう流れあるじゃないですか。あや片方休むと俺に来るんですよ。うん、今日あやいないからみたいな。知らんならっつって。つかすさんとマブダチになった。そうですね。つかすさんとここがもうすごいですね。うん、でも楽しくなかったらいかないですよね。俺謎に距離感じられてるから、ね、超飲み行ってるもんな、もうみんなでほぼ毎日行ってんじゃねえかぐらい行ってるな。ライズはやばいよね。つかすさん入った話皆さんご存知なんですか。知ってる。つかすさん入ったの、相川 G つかさん。これ G つけないと怒られるから、うん、G つけない肩パンしないで。お前この間なんか相川 G テーブルとか言ってたらつかさつけろよ。つかさの部分お前 G つけなかったらまずしも、つかさはつけろお前。相川 G テーブルってなんだよお前。宅番見てくなっちゃうよ。名前聞いたことあるんじゃない多分絶対ね。ヒカルさんはちょっとわかんないですね。アイカ G の G はゴキブリなんすかって聞いたらシャワーボケグシケやな、シャワーボケって言われました。ガクトじゃねえ。アイカはガクトですかさ、ダッセダッセ、なんか無駄にチャレ名前が。うん、スカさん G 一緒だよね。いや一緒ですね、うん、散々飲み付き合ってもらってるんで。酒癖悪いっていう噂聞いたんだけど、そうでもないよね。いや全然。まじ、あ、俺らの飲み会ビデオにしてさ、ニコ生で流したいよね。いややばいと思います。うん、引かれると思います。
お客さんも大かけてね、うん、だってもう無言でまず狂月なんてもう10分もないぐらいで1本空いてしまうんだけど10分ぐらいやめろよクーラさんの話クーラさんこないだわー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 それじゃないそれじゃないえそっちじゃないそっちじゃないなんかあの飲んでてクーラさんのグラスに10円玉入れてあ何十円入れたら気づくかってやってて全然気づかなくて全然気づかなくてで勢いよく飲むからやばい10円玉飲んでる10円玉飲んでるそんなことあるんすか全然気づかない気づかないですか全然気づかない10円玉2枚と50円玉1枚入れても気づかなかったって最終的にはもうだテーブルマナーめっちゃ気をつけたの氷入れないと落ちてきちゃうから俺がミンティア入れてバレちゃったんですよねそうねあれミンティアでバレたの逆に俺ミンティア最後入れてそしたら味がなんかアメリカ臭いでバレちゃったで見たらおいなんだこれなんか入れたらさ10円かお金出ちゃうしかも分かんないで多分ね10杯ぐらい飲んでたね10円割り絶対やってやっかんないかんなとか言ってめっちゃ怒ってもうそれいやお前らその場にいてそれを知ってて見過ごしたやつも同伴だ労災だ絶対やってやらないで上の割りとかだったら気づかなそうね確かに、うん、こうやって10円って分かんないあったですよこれでも50円も気づかなかったでしょクーラさん飲ませすぎるとなんか絶対言うのがちょっと待ってみたいないや俺空気読まないでブチ切れるよみたいなこと言いながら分かりやすい空気読まんでブチ切れるよみたいな言ってくんだよねもういつもガイガーイって言ってでも歌わせとけばちょっと忘れるからええやろうやろうやろうやおいみのりヘラヘラしてんのにみのりだけ冷てえからあそうじゃんおいみのりあおめあもう一回行くみのりは僕のことねほとんど寝ないから僕カエルくんあ、行く前はい意外と早かったのじゃあ今月のスケジュール行って10月の10月来月ですね、10月の周年が兄さんと2日、3日ねはいあれってねじゃあ10年のランチめっちゃ面白いんやけどハロウィンするよハロウィンは月末末の1日手前ですかねいや、締め日じゃなかったっけなんでだからまあ多分うちの締め日自体が1ヶ月の終わりの1日前の日って確定してるんで30かな多分30ですねあとチキチキもあるねチキチキもありますねチキチキは負けチームああダンスするから踊る踊るパラレン確定まあ言うても江戸でも踊ってるんだけど毎日踊ってるからでもねチキチキはねバトルイベントだねということで、ではお疲れ様でした。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。またね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。